こんにちは、ウィン・テンラボです。今回は、Windows 11で、タスクバーの時計に、マレクと曜日を追加する方法を解説します。通常、タスクバーの日付は、西暦で表示され、曜日は表示されません。ここで和暦で表示したり、曜日を追加します。日付に曜日を追加してみましょう。タスクバーの虫眼鏡アイコンを選択し、コントロールパネルを検索します。候補の中から、コントロールパネルを開きます。コントロールパネルの中から、時計と地域の、日付、時刻、数値形式の変更を開きます。地域ウィンドウが開いたら、追加の設定ボタンを押します。画面上部の日付タブを開きます。データ形式の短い形式で、半角スペースを空けて、末尾に BDD を追加します。そして、OK ボタンを押します。すると、タスクバーの時計に、曜日が追加されたことが確認できます。日付を和暦表示にしてみましょう。スタートボタンを押して、設定を開きます。左メニューより、時刻と言語を選択し、言語と地域ボタンを押します。地域設定のメニューを展開し、形式を変更ボタンを押します。カレンダーのメニューから、和暦を選択します。これで、日付が和暦表示になりました。以上、Windows 11で、日付を和暦表示、曜日を追加する方法の解説でした。チャンネル登録、よろしくお願いします。